身近な場所で演劇に出会えるお祭り、富士の国野外芸術フェスタが今日浜松市で開かれ、県舞台芸術センタースパックのメンバーなどが野外劇を披露しました。世の中ね、顔かお金かなのよ。野外劇は松菱百貨店跡地で開催されたアートイベントオンラインクロスロードの一つとして上演されました。スパックのメンバーなど3人による野外劇の演目は、何でも逆さまに読むお姫様の話、松菱跡地の逆さま姫です。自分とは違う感性を持つ人を排除しがちな世の中をユーモアたっぷりに風刺したストーリーとなっています。会場を訪れた客は野外劇の醍醐味を存分に味わっていました。